皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。今回は日本のおでんについて、そして後半には渓谷のネット掲示板で話題になっていた日本産に負けていない渓谷おでんについて取り上げていきます。朝晩を中心にかなり冷え込むようになってきており、気温の低下とともに恋しくなってくるのが熱々のおでん。コンビニでもかなり美味しいおでんが売られていて、手軽に楽しむことができます。おでんの歴史。まずはおでんの歴史を見ていきましょう。どうやらおでんは初めからおでんとして生まれたわけではないようです。実は別の食べ物をルーツとして、その食べ物が変化していった先でおでんが誕生しました。おでんのルーツは標識型に切った豆腐に竹串を打って焼いた田楽。その形が田植え時の豊穣祈願の楽部田楽米に似ていたため、豆腐田楽と呼ばれるようになったそうで、これがおでんの起源と言われています。語源はこの田楽の女房言葉。女房言葉とは宮中などに使える女房が使用した隠語で、田楽に尾をつけて丁寧にし、楽を省略しておでんとなったようです。その歴史は古く、今から1200年以上も前のこととなります。豆腐田楽からおでんへ変わっていく中で、最初に変化が起きることとなったのは室町時代。標識型に切った豆腐を串に刺して焼き、辛味噌をつけた料理豆腐田楽が広まったと言われており、この味噌は後に調味味噌となったのだとか。江戸時代に入るとこんにゃくを昆布だしの中で温め、甘味噌をつけて食べるようになります。1700年代中頃になると、餅や田楽、煮しめなどを売る店が増えていき、1700年代後半になる頃には屋台が急速に増え始め、飯屋、居酒屋、茶漬け屋などの店がとても人気となり、庶民に親しまれる江戸名物となっていきました。田楽の種類も具材も豆腐だけでなく、茄子やこんにゃく、里芋などが増えていき、数多くの種類が誕生。中にはイノシシや鹿の肉などの田楽が誕生したり、魚を焼いて味噌をつけた魚田などが生まれたりもしたんだとか。やがて江戸経済圏の発展とともに、香りと味の良い醤油を盛んに供給するようになっていき、削り節に醤油や砂糖、みりんを入れた甘い汁で煮込んだおでんが作られるようになったと言われています。明治時代になり、練り物が誕生するとおでんだねの種類は一気に増えていくことに。江戸時代の煮込みおでんは汁気たっぷりのおでんへと変化していき、大正を迎えて関西へ伝わります。関東由来のおでん、関東炊きの濃い醤油の色が口に合わず、薄口醤油を使うようになり、今のような関西風のおでんが誕生したようです。これは関西炊きとも呼ばれています。ちなみにコンビニで初めておでんの取り扱いを開始したのはセブンイレブンで1979年のことのようです。これがとても好評で、日本全国のコンビニに広く浸透していくこととなりました。日本産に負けていない渓谷のおでん。それでは次に、渓谷のネット掲示板で日本産に負けていない渓谷おでんは海外にも進出しているといったスレッドが立っていましたので、そちらを紹介していきます。まずはスレ主の投稿を見ていきましょう。寒い会社帰りに熱いおでんの汁が食欲をそそる。屋台に立ち寄って選ぶおでんは庶民のストレスと寒さを和らげる抜群の特効薬になる。おでんほど大衆的な食品も珍しく、街角屋台のおでんも愛されていますが、最近はベーカリーで新鮮な魚で作った高級手作りおでんはプレゼント用としても脚光を浴びている。おでんは釜山の代表的な食べ物。水産物が豊富であった釜山は、日本時代に日本の生産技術を受け入れ、おでん産業が発展した。かまぼこが日本から伝わったものと知っている渓谷人が多いけど、実際は違う。釜山のおでんは
今や日本と肩を並べながら世界市場に進出しているのだ。かまぼこは魚のすり身をすりつぶして、でんぷん、味付けなどを固めて凝固させて蒸したり焼いたり油で煮込んだ食品だ。釜山で生産されるかまぼこは、主に国内の近海漁場で水揚げされるタチウオと遠洋漁業から供給されるスケソウダラ、タイ、ヒラメなどを材料としている。おでんは卵、油揚げ、かまぼこを大根、こんにゃくなどと一緒にスープで煮出した日本式料理の煮込みおでんを略した言葉だ。釜山かまぼこは独特な製造技法で渓谷のかまぼこを代表する普通名酒として位置づけられており、釜山にはいろんな種類のおでんを味わって選べる路地が散在している。最近はおでんが町の料理を超え、高級化戦略で変身を繰り返し、多様な形と色で消費者の味覚を捉えているのだ。2013年、4450億ウォン規模だったおでん市場は、2019年には6680億ウォンとなり、年平均 10% ほど増加している。おでんは今や世界の人々の健康食として堂々と日本と立ち向かっているのだ。おでんの創始国として知られる日本への輸出物量も毎年300トン以上を維持している。釜山市はかまぼこ産業として世界市場に挑戦状を突きつけている。サムジンおでんは現在シンガポール、フィリピン、インドネシア、香港などへ進出して15の店舗を運営している。社員も、私たちは単なるおでん会社ではなく世界を代表する水産タンパク質会社という自負で新製品開発に情熱を注ぐ。投稿は以上のような内容となっていました。この投稿に対して渓谷ネットユーザーから様々なコメントが寄せられていましたので、一部紹介いたします。渓谷の反応。渓谷のどこを探しても日本のコンビニのおでんを超えるおでんは見つからない。北海道小樽でかまぼこ詰めセットを見て、世の中にこんなかまぼこがあるなんてびっくりしたよ。それを見ると渓谷おでんはもっと頑張らなくてはならないと思った。渓谷では大根を入れないとか、入れても出汁を取るのに使うけど、日本では大根がおでんの必須要素で人気も最上位圏に当たる。かまぼこを入れていないおでんはあっても、大根のないおでんは想像できないレベル。日本での人気順位は大根が1位で卵が2位、かまぼこのおでんは8から10位付近。私は日本のおでんを食べた時、大根がスープを吸いすぎてしょっぱくなっていて美味しいと思わなかった。渓谷おでんの方が美味しい。串を洗わずにリサイクルするのは秘密。大根の種類が違うからな。日本のおでんに使われる大根は基本的に甘くて、それで煮込んでも甘みが残っていて味があるが、我が国の大根はそうではない。釜山かまぼこを使えば日本ではもっとおでんの人気が高まるはずだ。渓谷でおでんはトッポギと並ぶ定番屋台フードとなっているようです。おでんは渓谷でもおでんと呼ばれていて、もともとは日本から伝わったものと言われています。一般的なおでんは日本のおでんのように大根などの野菜そのものが入っていることはなく、長い串に刺さっているのが大きな特徴となっています。具材はとてもシンプルな練り物がメインで、スープは昆布や干しスケソウダラ、干しエビ、大根、ネギなどから取っているようです。お店によっては出汁だけではなく唐辛子で味付けをした少し辛いものもあり、渓谷のおでん屋台では1本およそ100円ほどで売られています。ちなみに中国でもグアンドンジュと呼ばれるおでんが存在します。中国も具材はすべて串刺しになっていて、練り製品の団子だけで十数種類はあり、他にも野菜や麺、豚などの血を固めたものなど、具材のバリエーションは豊富なようです。ただし一般的に合成された調味料を使っていて、日本のおでんのようにだし汁に対するこだわりはあまりないのだとか。それぞれの歴史があり、渓谷や中国にも日本と違った良さがあるんでしょうね。渓
渓谷では食中毒や食当たりの事例が多く、屋台での衛生面がかなり気になりますが、残り物の再利用や食中毒菌が検出されたなどとよくニュースになっていますからね。家で作ってもコンビニで買っても居酒屋で食べてもそれぞれ違う味を楽しめる日本のおでん、今年も冬の風物詩を楽しみたいですね。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。